日本は金持ちが住みやすい国とよく言いますが、中国、北朝鮮、ロシアに常に狙われ続ける脅威からそもそも住み続けること自体大丈夫なのかと疑問です。人口減少によって防衛力がなくなり、将来侵攻される可能性も考えて、早めに海外移住を検討するべきでしょうか。実際どのくらいの可能性があると思いますか。それで比較すると安全な国はどこだと思ってらっしゃるんでしょうかって話だと思うんですけど、ヨーロッパっていきなり攻め込んでくるロシアっていう国が近くにあるので、日本と比べても危険だよねっていうのでいくと一緒だと思うんですよね。でアメリカもその内戦だったりとか、その銃がそこら中にあってギャングに撃たれて死にましたみたいなのあったりするので、そういう意味でいくと多分安全なのってもうグリーンランドとかなんですよね。要はその治安がいい割にそれなりに文明が発達していて、でも誰もその国を取ろうとしないっていう。いや、グリーランドとかアンシュランドって、別にそこを取ってもその資源があるわけではないから、みんな興味ないんですよ。で、島国なので治安がいいって。で、アフリカとかになるとやっぱ治安悪くなっちゃうので、なので、まあそこ住みたいんだったら住めばいいですけど、なんかそれが果たして幸せなのかっていう。戦争が起こることが確定してからスムーズに国外に脱出できますか？確定するとスムーズにはいけなくなります。なぜなら、めちゃめちゃ大使館混むから。あと、例えば日本人の人が外国で長期滞在ビザを取るときって、無犯罪証明書っていうのが要求されるんですよ。日本人で今まで犯罪をしたことないですよねっていう証明書で、桜田門にある警視庁に行くともらえるんですけど、で、それがないと犯罪者かどうか他の国って分かんないので、まずその書類をくれとか言われるんですよ。でも多分その桜田門ってそこまで大きくその書類を処理できる処理能力ないと思うんですよ。多分ね、1日1人も来てないと思うんだよね。桜田門の警視庁入ると、無犯罪証明書の申請ですっていうと、館内に入れるパスを出されて、でその館内に入って、でそこで証明書なんですってやるんだけど、本来それって館内に入るパス渡さなくてもいい、受付でできる業務なんだけど、多分ほとんど取りに来る人いないから、その館内にパス入れて館内に一人じゃやってるんだけど、あれはじゃあ戦争始まります、1日に1000人来ますってなると、多分もう処理できないと思うんですよ。っていう感じで事務処理が滞るので、もし国外脱出をしたいと思っている方がいれば、今のうちにビザだけは取っといた方がいいですよ。飛行機のチケット自体はそんなに難しくなく取れると思うので。